どこにも手口のない日々が突然に変わりそう。僕も同じこと考えた。だってどこにも居場所のない日々で探し続けていたお前をな。何言ってんの毎回。しゃべ。ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぽい。めちゃくちゃさ狭く感じる。はいよ。はいよ。はいよ。何？何？これって押していいですか今回？あ、押した方がいいかもしれない。リセットの時に。いいんじゃない？あのなんかよ。せっかく喋れる試合で急に死んじゃうと結構。なんかあれかな。そうね。確かに。ナイス。でも優しい。ケンツメさんもあのタスク邪魔してきたんで。ね、マジダウンロード中だったんですけど。本当に。さよなら。どういうことだ。なんで邪魔してくるの？本当に困る。先端さん30秒後にしばきます。なんか入ってる。お願いします。メッドベイにいてます。じゃないよ。メッドベイかかってこい。待ち合わせすんだって。うわぁ、逃げろぽい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 ぽぴーぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴーシュッ。すごい狭いね、このマップね。エアシップやってるとね。よくさ、エアシップでさ、これ、ゲーム成り立ってるよね。すごいよね。全然サボタージュこんやん。オッケー、こんやん。ぴょんやん。せい。ぴょんやん、郊外。ナイス？お、ナイスです。ピンク。黄色。おい、メト。レックスバパン買ってこい。レックスバパン買ってこい。おい、いちごミルクオレ買ってこい、おら。すぐ買ってきます。喧嘩する。場所はストレージのゴミ捨てのとこ、右下の。だよ。ストレージのゴミ捨て？ゴミ捨て？今いたの誰だっけ？今いたの誰だっけ？ストレージ？あ、じゃない、あの右側にいたの。カフさんの周り？宮古さん。あ、でもいました。川瀬さん、中野っち、ウルカさん、和京さん？いや、違う、瀬戸とだった。ストレージは俺。ストレージ、俺見てよ。いや、いや、まあまあ大丈夫。あのピンクと水色はとオレンジは絶対無理です。え、俺ピンクと、そしたら俺は、俺が無理って言えるのは俺と、ウルカさんと中野っちさんと宮古っちさんは絶対無理です。ずっと右で固まってました。ここはずっといたね。私エレクトリカルタスクやった後ストレージの投入してたからこっち見てない。和清さん、あなたですか？え、どこ？いや違う違う、無理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 。じゃあ誰が言ってるのこれ？ピノッチ。え、でも私マジで何もやってない、マジで。え、俺ちなみに本当に絶対右にいた人は無理。うん、右は無理だと思う。絶対無理。だって私今エレクトリカルやって速攻、だってエレクトリカルに行くときに瀬戸とすれ違ったんだよ、私そこで。うん。で、その時アドミンにケンツメシさんがいたんだよ、まだ生きてたその時は。で、その時にケンツミさんはまだ生きてて、私はエレクトリカルに行ったの、タスクシンに。その時に瀬戸とすれ違った。で、中にセンターさん、脇オッチ、メトッチがいて、タスク終わって私はストレージで投入やったら発見がなった。今、狼いたね、今ね。狼の声聞こえたね、今ね。声出ちゃった。あれ、インポスター聞こえたね。やばい、うちの本性表したね、今ね。うちの狼が泣いてた。え、で、センターさんは川瀬さんが狼ってことですね。センターさんは聞こえたね。オーケー、分かった。センターさん、ちなみに和京さんと誰が無理って言ったんでしたっけ？100% 無理なのが、瀬戸とと和京っち。ができなくて。俺も絶対 100% 無理っていうのが、メトッチはギリわかんない。
中野っち、俺、ウルカっち、ミヤコっちだから。グレーはじゃあ、うん、メトッチェはどっから来た？え、エレクトリカルに。え、右側で死んでたんだっけ、これって。いや、ストレージで死んでたんだよ。多分その無理して言ってる人、無理じゃないと思うんだよな、私は。じゃあもう一回押せ、もう一回押せ。全然、メトッチェができる範囲ではあると思うけど。うん、わかったわかった。あ、できる？サクイタッカーサクイタッカー人狼いるって。いや、マジでやばいって、人狼いるって。やばいってやってることやばいって、もう一生カメラ見てるからね、バカが。やめてじゃねえんだよ、やめてじゃねえんだよ。え、あ、かかついてる。やめてって誰に言ってたんですか？自分も多分コモリッチ俺に言ってましたね、多分。ここは大丈夫だよ。あ、ここは安心して、うん、そう、大丈夫。あったけあったけな、カメラもついてる。ちょっとカメラ、これ今ピノッポリだけど、みんなやっちゃうとできない。あれ、いやいや、できるできる。いや、俺が押した。あ、そうなんだ。俺が押した。で、右絶対いる人ができないっていう証明の話は一応話していこうかなって思ってて、はい、俺ウェポンにいたんですよ。で、ランさんすれ違ったの覚えてます？ウェポン？ウェポン、ウェポンで俺がウェポンにいた時に。いつの話？一番最初ぐらい。結構前の話だよね。結構前、結構前、結構前。ケンズミさんはちょっと前までは生きてたんですよ、マジで。そうで、結構前に俺ウェポンにいたの覚えてます、ランさん。で、俺ウェポンから下下ってってるんですよ。で、それを一応見てるんですよ、3人とも。ウルカッチ、中野っち、ミヤコッチが見てるんですよ。うん。で、俺仮にそのストレージの下行くんだったら絶対そのアドミンの誰かが見えるじゃないですか。で、しかもランさんも多分わかるじゃないですか、下行くんだったら、うん、てか下行くっていうか、そっちに行ってるっていうことが証明できてるんで、ウルカさんとミヤコさんと中野っちが行ってるんで。だから俺は下に下って、その3人はできないかなっていうあれですね。で、私はあの瀬戸はできると思うんだけど、エレクトリカルから出てく瀬戸を見ながら私はエレクトリカルに入ってってるんだよ。あ、そうなんですね。そうだから瀬戸はできないっていうのはおかしい。俺の視点を言うと、撤回します。俺たちカトロとすれ違った覚えはないんだけど、ね、いや、すれ違ったよ。え、ちなみに先端さんはマキオさんと視点が広いってこと？分かんない。俺はランタロとすれ違った記憶はいます。やってて、ストレージどこでさ、ちょっと分かんない。あ、じゃあ撤回して、100% できないのは脇オッチだけですかね。ちなみにその脇オッチと、まあ、一応セトトットがなんでできないのかだけ聞いてもいい？停電になって、ロワーエンジン、エレクトリカルの左の方から来てたので、うん、まあ、まず物理的に不可能かなって。まあ、その後のキルだったら分かんないけど、脇オッチとその後メトッチと一緒に動いてたから、キオッチャーはじゃあ 100% できないかな、うん、その停電の時はアドミンにまだいたんですよ、ケンズミさんは。じゃあその後の犯行、その後なんすよ。じゃあメトッチも無理だじゃん。うん、停電の時私ロアからエレクトリから入ったから、あ、そっち側に寄ってない。なんで、まあ、瀬戸と私釣れば釣れるんじゃないでしょうかと思います。その視点が楽しければみんなの。誰に言えたの、それは。それは一体誰に言えたの。スキップどっちに言えた。どっちに言えた。それはどっちに。ローラーってことでしょ。あ、ローラーするのね。まあ、瀬戸と私を釣ればいいんじゃないかなと思います。そのみんなの視点が合っているのであればそうだと思う。確かに3人だったな、ずっと。で、まず普通に中野っちのやつはないの、その線は、うん、俺思った。あ、セリフってこと。うん。あ、まあ、あ、そっか。俺今ふと思ってた。そっかじゃない。そっかじゃない。ごめん。やばい。そっかじゃない。いやでも。うん。あ、なんちゃん。全然。中野喋りな。ビビってんのか。笑いこらえてんのか。笑いこらえてんだろ。まずいことがあるわけじゃないよ別に。なんかやましいことあるんじゃないのか。喋れない理由があるんじゃないのか。いやいや怖いって。この41怖いって。ボタン押しましょう、ボタン。ボタン押しましょう。俺じゃねえって。押せよ。おい、ボタン押せよ。俺だったらもっと。じゃあクルーならボタン押せよ。だったらもっと不器用に。ボタン押せよ、おら。やってみたら不器用です。ボタン押せや、おい。ちょっと待って待って。緊急会議できないです、今。ほんとか？押せない。ほんとか？それも。嘘なんじゃないのか？え？まず？押せたんかい。ちょっと待ってよ、もう。これね、中持ち3説もあるんだよね。
あ、そっか。一応そうですね、今めっちゃ、めっちゃ頭から抜けてた。そうじゃん、セルフっていうことがあるんじゃん、このゲーム。うん、まあ、まあ、なんで疑わないのかなと思ったけど、あ、まあ、そういう選択がいいかなと。喋なかった。うん、あ、じゃあ、どうぞ中野って弁明の意義を。弁明マジで弁明多分弁明は多分いくらしても多分容疑の濃度は変わらないので。そうじゃん、確かにラーザンゴーメンピノッチピノッチピノッチごめんピノッチごめん、容疑者さんだったわ。ごめんなピノッチ。そうあれあれ、あ、そっか。まあでも、うん、まあまあ3人とももう殺しちまえば。中野さんずっと俺そう右にいて、シールドコミュニケーション側の方にいて、先に中野ちがストレージ抜けてって発見したんだよ。そうだから、まあそこでワンチャン寄付して報告って可能性もなきにしもあるんだけど、え、ここどうします？8人番面だから俺、うん、とりあえず置いててもいいと思うし、ピノッチが言ってた瀬戸とと、あの証言が食い違ってるので。あ、確かにそれはあります。そう、うん、どうします？3人ローラーするか、瀬戸とっととりあえずするか。3ローラーでもいいと思うけど、3ローラーするんだったらこのまま3ローラーするんだったら瀬戸とっとから、いや瀬戸とっと釣るだけで俺いいと思うけどね、別に。正直、マジ防止点の話をすると俺ランタロウにマジで一切すれ違ってないんだよね、っていうしか言いようがないんだよね。え、ちなみにその後瀬戸ドッターどこ行ったの？その後そのままアドミン直行して、ケンツメさんは別にいなかったんだよ、その後。で、そっからどこ行ったっけ？え、メトッチも絶対できないんでしたっけ？メトッチはもうあのなんだっけ、パシリで、あの焼きそばパンを買いに行かせてたから。あ、なるほど。なんか先端値がね、焼きそばパン買ってこいって言ってた。やるな、先端値。先端値やるな。るな、先生に買ってきますって言ってた。近くで。それ見てた。パシリじゃん。パシリ。とりあえずじゃあもう瀬戸さん、釣っとかないとちょっとランタロウさんかわいそうかも。え、だったらそれが。瀬戸さんにする？とりあえず釣ってみようかな。まあとりあえず、セトトットは中野地さんまで釣ってほしいの？とりあえず、じゃあもうセトトットで一応出てるから確定なんじゃない？バイ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 、怖すぎやろ。どうしようかね、あんまりちょっとあんま出しゃばるのもあれか、静かにしとくか。ドルルルント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 ルルルント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 ン。隣の階層は青く見えるよ。隣の階層は青く見えるよ。ストレージで光ったから押したけど見えてないからどこか分からん。分からんのかい。なんかそのどこだっけ、ストレージのどこ。え、みやこさんの教えてたの誰だっけ。中野っちじゃなくて、なんか どこだっけ、なんか最後に先端値と会ったのは、川瀬さんと先端値と私がどこだっけ、うん、アドミン、アドミンで俺先に抜けてってストレージの方行って点で鳴ったから入ってして、今俺2番目かな、脇落ちの真後ろぐらいにいるかな。うん、脇落ち見えてるよね。そう、え、両方同時入ったから。それで私もエレクトリカル行こうとして、もうインポさん苦手すぎる俺。ストレージかなんかでウルカさんを先端さんすぐ死んじゃうんですね。アドミンってやつ、アドミンでまだ生かした狙い撃ちされてる。でアドミンで宮古さんがなんか教えてもらってたのが誰だって話で、
誰かに教えてもらってたじゃん、なんか中野っちじゃなくて教えてもらってたっていうか、なんかセンターさんがずっと歌ってたから歌ってるなって。そう、歌ってる。で、俺先に説明さんがあの教えてもらって無視されてたみたいなこと言ってたのをアドミンで見たの。え、メトッチどこで話していい？言ってない。メトちゃん話して。じゃあ話していい？あ、ごめん話して。なんだっけ、あ、そう、停電なるときエレクトリカルにあ、じゃあストレージにおってで、なんかストレージのとこで通報ボタンが光ったから押したんだけど、その時に停電中だったけど、川瀬さんと、なんだっけ、中野っちさん、が一瞬チラッと見えたんだよね。川瀬さん声が聞こえただけなんだけど、でも俺先に出てるから、そう、先に行ってるんだったら中野っちじゃない、一番後に入ってきた人めちゃくちゃ良しい。両方殺しちまえ。エレクトリカル停電直そうと思ったら、俺より先にね、インパスタ。でもなんか先に入ってブックワース。先端地っていう名前がね出てたのよ一緒に。ああ。なんかちょ、まあ、の瞬間になって。いいぞ。先端さん死んでたから。名探偵メト。うん、どこで死んでたんだっけ先端さん。射程メト。先端さん多分ねエレクトリカルの停電のとこじゃないかな。もうなんか。とりあえずスキップ。キルされた瞬間になったんかなっていう。俺的にはだからちょっと怖いんですよね川瀬さん怖い。でも俺先に、これ釣らないとやばいんじゃないのこれ。ちょ、怖い、やだ、やだ。カワセ殺してないよ。やばい、待って、ごめん。じゃないのこれ。カワセ殺してないよ。違う、これカワセさんな気がする。カワセさんだ、これ。カワセさん怖い、気をつけて、みんな離れて。カワセさんから離れて。よく見した。お前が犯人だ。呪ってやる。お前が犯人だ。呪ってやる。一緒な妙連劇を最悪。その理論だったら俺先に入ってってるんだよ。だったらなんで中野っちが光んなかったのって話にならないレポートが。お経で。いやだからそのあの先端さんも一緒に名前が出てたの。名前が出てて。だから俺は和京さんとほぼ最速で入りに行ってるの。だったらなんで中野っちが。これ大変だろインポスターマジで。おかしくないのだから、マジで笑ってはいけないアマンガース始まってんじゃん。だってそれだったらビデオが破綻してるよ。いや、本当に俺ってバカなの、バカなの俺、バカなの、気づかないの、気づかない男なの俺、そういうの、バカなのよ、それはバカなの。そう、本当に、先端さんの名前がエレクトリカルの停電のとこで見えてて、エレクトリカルの中の停電のとこで、エレクトリの中の停電のとこで見えたってこと？どこで見えたの君は？エレクトリカル？ここで入り口のところで先端さんの名前が見えた気がしたのよね。エレクトリカルのところね。なんかいい。エレクトリカルのところね。ストレージでストレージ。じゃあお前犯人だ。だから君が言ってるのは破綻してるんだよ。ストレージに死体があるって今メトさんが言ってるんだよ。なのにエレクトリカルの前に生きてるって言ってるんだって君が犯人なんだよ。気づかなかったのよ暗闇だったから多分。メトちゃん死体がどこだったか分かんなかったけど通報がさストレージで光ったらストレージにあるってこと、ね、そうだからそれだったらエレクトリカル前にいるっていう発言がおかしくない、中野っちの。いやだってそう、この先端さん直前まで生きてて、多分名前が見えてたから。君の言ってることは、だからあれだって、死体の位置が違うんだって。エレクトリカルの前で死んでないんだって。ストレージで死んでるんだよ。いや、ストレージで死んでるのはもう一人じゃない？だから今、先端さんしか死んでなくて、中野っちがエレクトリカルの前で先端さんを見たって言ってるんだよ。で、ストレージで実際中に死体があるんだよ。メトさんがストレージで光ったって言ってるんだから。だったら君のメトさん。そう、メトさんか中野地さんのどっちかになるんだよってなると。中野地さん、サンローランの時に候補入ってて一旦つってもいいんじゃないじゃん。だから、まあ、確かに。待って、いいぞ。だから今、意見が違ってるのが中野地なんだよ。土下座、土下座、土下座。じゃあ、中野地ね。だから、メトさん、ちょっと待って。中野さんじゃなかったら、川瀬さんってこと？いや、それは違う。いや、まあ、それはまた分からんと。そう、話が分かるもん。マジ。メトさん、自分の目は。分かる、信じなの？あ、だから、サンローランの線があるから、一応つっといてもいい。待って、俺が間違えてるの、これ。いや、だから、話させて。いや、とりあえず、ボタンある。俺、使っちゃった気がするから、あれなんだよ。ないんだよ。あ、話せんじゃん、俺。してほしいな。話せんじゃん、俺。まあ、これで調べれば、まあ、また。まだ人数大丈夫だ。そうね。そうね。遊び場所。
そうだよ、僕がこう育てたんだよ、この忘れな遊びましょう、合わせく遊びましょうから、合わせく何でもいいから。それだったらさ、その話だったらさ、よく笑わないな。その前に死んだって言ってた。それがそもそもおかしくない？だって君たち意見切り違ってんだよ。え、この時も俺らの声聞こえてんだ。だから君たち意見がおかしいってだけ。だから君たち意見が食い違ってるから、そうだから意見が食い違ってるから俺は分からないんだよ。そう。なんで、中野って多分これだったら人狼じゃないでしょ、おそらくね、多分ね。これさ、会議中の声もさ、交わせに聞こえてる。人狼も、そう。聞こえないと思うけど。だから、メトがそれぞれ死体を発見して、じゃダメか。で、その時に見えたのが、川瀬さんと中野さんの2人だったから。邪魔でしかないもん。うん、でも宮古さんも一応押してるって言ってるよ。で、ウルカさんはそれを見てるって。いや、でも、マーク出てたのメトやったよ。この押してるって何？いや、だから宮古さんの死体だけ発見してるんでしょ。レポートボタン押してるんでしょ。うん。あ、宮古さんは言ってなかったっけ？押しない押しない。あ、ごめんごめん。じゃあ俺、でも宮古さんがさ、アドミンで、うん、なんか誰かに教えてもらってる感じで、うん、はいって言ってたの覚えてるんで、その時に一人ごとかもしんない。終わってんじゃん、一人ごとかもしんない。俺本当にね、狂人が多すぎて本当によくわかんないんだけど。え、中野違ったもん。じゃあ嘘なの？あれじゃあ中野さん何だったの？え、何だったの、あの人は。見たかもしれないけど、その後かもしれないんじゃないの、死んだか。わかんないけど。え、だから見たかもしれないんじゃないの。見たかもしれないけど死んでるんだったら俺絶対できないんだよ。エレクトリカルに槙尾さんとも入ってるから。ワンチャンそのメタさんが自分でやって、俺もセッタセッタ、それもそれはあるよね。いやいや、絶対おかしい、マジだって。だからだからエレクトリカルは中野さんが死んだってことは、これ何これ。だから中野さんが、中野さん、だから中野さんが死んでるってことは、中野さんが狂人なのか人狼なのかわかんないけど、中野さん分かった。押しながらよかった。だから意見あって、意見が合ってるんだったら、俺と脇尾さんは絶対できないって、お互いエレクトリカルに先に入ってるからね。で、中野さんがその後入ってたから、俺はストレージにいる人も可能性があると思うよって話をして、わかんない。中野が本当にわからない。あいつがわからないから、よくわかんないことになってる。あいつ書き乱してるんだ。あいつマジ何、エレクトリカルかったのかもしんないよね。だったらわざわざだ、村なのにさ、エレクトリカの前にいたよっていう必要なくない？だってあれ、意見食い違ってるからね、そもそも。うん、待って、殺せ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 、頑張れイケメンと。まあ、じゃああれか、わかん、俺ほん、え、待って、どうなっちゃうの？殺せ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 。川瀬さん最後に見たもんね。いいぞ、イケミヤコッチ、投票しろ。それ人にも可能性はあるんじゃない？いや、ここ多分ね、一人、いや、サンローラーで一人は連れてるから絶対。まあまあ、そうだね、そうだね、それはある。そう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 。まだ大丈夫、まだ大丈夫。中野さんがトミンなのええな、これ。バッタさん。絶対トローラーだよ、絶対。てか、まあ、メトさんが、メトさんが、その2択なんだよ、その2択なんだよ、俺の中は。どこにも手口のない日々が突然に変わりそう。僕も同じこの方々だって、どこにも居場所のない日々で探し続けていたお前をな、なぜ私を殺したんだ。ごめんね、振られちゃったよ。松平今乗るってやる。なんで殺したの？私まだ行きたかったのに。やっちゃったの俺。やっちゃったの俺。殺せ、殺せ、かわせ、殺せ、殺せ、かわせ、殺せ、かわせ。殺せ殺せ、いける、チャンスチャンスチャンス、いけ、今しかない、今しかないぞ、チャンス、おい、おい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 、チャンスものにしてけ。今なちょい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 、おはようおはよう。停電からの誤射切りだ、これは。さあ、リアクター鳴った方がいいよ、リアクター鳴らす、リアクター鳴らす、リアクター、リアクター、リアクターを押す、リアクター、どう、リアクターで消した、今チャンス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 、いけ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 い
さん、メトさんがセルフでやってるのかな。でもだってセンターさん、期待の星だ。かわせ、お前が期待の星だ。ブル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 あ、これそう、タイミングだってさ、いやだってさ、この人です皆さん、こいつがインポスターです。聞いてください、私の話を聞いてください。この人がインポスターなんです。ジョースターさん、聞いてください、届いてください。ブラブラ、こいつが、こいつが、ブル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 。やっちまったな。やっちまったよ。やっちまったな。おるかちゃん。おるかちゃん。あ、いた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 。よかったよかった。失敗した。これめっちゃ気が続くけどな。あ、なあ、終わんない。落ちた。はい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 。いや、これね、川瀬さんだと思いますよ。なんで？まあ、いや、これはみんなが死んでないかの確認だよ。ああ。なんで？停電がなんたって2回あったからね。なんで？で、かわいい。停電1回目直した。直すか。別に人狼も直すよ、ちなみに。で、ちなみになんで俺のことを殴るの？いや、なんかだって、もう中野っちさんか、川瀬さんだったんだもん。いいぞ、いいぞ。え、だから逆に俺しかメトさんだよ。激ゴーゴー、激ゴーゴー。もうなんか…え、だって脇尾さんはなんか白そうな感じはある。ね、脇尾さん多分白で一回、そう、脇尾さんは一回置いとこう、脇尾さん一回置いとこう。俺、宮古さん、メトさんのどっちかだと俺は個人的には思ってて、まあ理由としては、だから中どっちが今エレクトリカルの、だからエレクトリカルの前に、センターさんと、が、俺がいたって言ったんでしょ。で、俺が先に脇尾さんと中入ってるんだったら、引き返していったセンターさん、絶対俺キルできなくない？ほんまに一生のお願いなんだけど、ローラーしちゃダメなのここで。ローラーはちょっと怖い。人数ミスったら負ける。え、だからめっちゃ本当に村人だから川瀬さんから釣っちゃダメなの。いや、それだったら自分から釣ってよくない。なんかその川瀬さん、いけいけ、認めや認めや。川瀬さんが出てって、センターさんが出て、センターさんが出てってって感じで、でそれで死んでた。私は多分見えなかったけど、だから俺先出てったんだったら、俺先出てって脇尾さんとほぼ一緒に入ってるんだったら、後から入ってきた。だからでも脇尾さんがさ、脇尾さんが後ろから上がってきたらずっと一緒にいたわけじゃないじゃん。急に切れる。だから中野っちさんが、だから脇尾さんと俺が情緒不安定すぎる。あとに中野っちさんが入ってきたって言ってたじゃん。わかる。あとに中野っちさんが右側からストレージ側から入ってきたって言ってましたよね。だったら中野っちが、脇尾さんはどこから入ってきたの？俺はアッパーから左からずっと行って、そう、だから、そう、脇尾さんって入るときは一緒かもしんないけど、ストレージ通ったところで会うか分かんない。いや、だから、いや、だから、いや、違う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 、みんなやめて、私のために争わないで。アドミンからエレクトリカルの間で、センターさんが死んだっていうところで、もう、だから脇尾さんが、だから話をしてる時に、だから聞いて脇尾さんが一緒に入ったんだったら、後から入ってきた中どっちがなんで光ってないよって話になるんだよ、ストレージから死体のレポートが。みんな光ってたかもしれないけど、分かんなかったかもしれないじゃん。私カズさんいるよ。え、俺に入るかな。いや、これは面白い。これやっちゃったな、これ。そうだと思うんだよな、私は。あ、出た。出た。あ、危ねえ。ナイス。いや、もう、ほんと。中野さんは何だったんだよ。いや、ほんとごめんなさい。俺、ほんとごめんなさい。中野ってめえ。てめえ、これ俺言ってねえぞ、エレクトリックなんかなよ。言ってねえぞ、俺。俺間違ってない。ほら、落とし前つけてもらおうやないかい。俺間違ってないこと。小指出さんかい、俺。おい、てめえ、これ。これ。もうね、見えてないと思うけど。俺間違って見えてないんだけど今。なんで？ごめんなさい。なんで俺会ってるのに。ごめんなさい。ごめん。だから
ごめん。もういろんなとこで切れてるわ、もう。いろんなとこで切れてるみんな。すごいんだからもうみんな。ごめんね。もうぶっちゃけ。ぶっちゃけマジでストレージの下石気づけなくて。なんで俺、俺マジで、俺間違ったこと言ってないのに全部正しいこと言ってんのに。俺のタイトロールです、それ。俺のタイトロールです、ね。いや、ほんとだよ。川瀬さん、よくお経を唱えられてて我慢できましたね、ずっと。俺必死にね、俺口を押さえながら言ってた、俺は。特急人物としてお経を唱えてきました。お経をずっと唱えてた。ずっと唱えてました。最初からずっと唱えてました。これ何もしてない。